1863年のハン・キヨシ・カン・ハン・キヨシカンは、ベトナム現長の政治家、学者。字は、安スシハク、または、アワジョ、ゴーハリョウケイ、または、ウメカワ。ベトナム市の資料である、金帝古史出願項目を編纂したほか、フランスへ施設として派遣され、フランス政府との外交交渉を行った。晩年のハン・キヨシ・カン・ハン・キヨシカンは、 1796年11月11日、ベンチェ省の農村に生まれた。父兄は、名教人と呼ばれる、民進交代期に、河南や河中から越南へ逃げてきた人々であり、母兄は越南経営である。祖父の藩清氏は、中国福建省召州府会長県からの移民であり、明朝が滅亡し、新朝が福建省を支配するようになと、移民族の支配を嫌い、 ビンビン賞に移住、その地でベトナム人女性をめとり生まれたのが、ハン・キヨシカンの父のハン・フミヒコであり、また母も中越根結であったとされる。ハン・キヨシカンは、増への宮廷においては同格の官僚が他に、数人しかいない高官であったが、激しい不沈を経験した。これは、宮廷内に表立っては見えない民族的構想が存在したことを示す、間接的証拠である。 死得定の母、ジ広志大号の飛護がなければ、半期吉官のキャリアは長く続かなかったはずである。民命7年新子宮大以後、主事の重要な職を歴任するが、民命19年には、大現象の鉱山に左遷されたこともある。死得定は、半期吉官を徴用し、教弁大学試験評部少書数密大臣に任じた。半期吉官は、 1856年に直命により、近帝国史出願項目を編纂した。1858年9月1日頃、フランス海軍型を砲撃して始まった高知市内遠征は、1861年には、フランス海軍が、メコンデルタ一帯の高知市内東部三軍を支配下に、ひとまずの区切りになった。半旗予官はこの時に、フランス軍司令官ボナールとの間で結んだ。 和議において越南全県政治を任された。福祉は林忠しである。フランス軍側は高知市な東部三軍の割動と戦争賠償金400万両を要求し、ベトナム側はこの要求を受け入れざるを得なかった。この1862年に結ばれた第一次再言条約は民衆に花肌不評であって、反旗予志官は 民衆よりは後押されたばかりか、取得帝にもうんじられた。取得16年に取得帝は、反旗シカ官をフランスに派遣する施設団の代表に任命した。剣士の目的は、先の条約で譲った土地を取り戻すことにあった。施設団は通訳として探検家のシェノーの息子、ミシェル・ドゥックを伴った。施設団は、同年の11月にフランスに到着し、 半気義艦は、チュイルリー宮殿で、フランス皇帝ナポレオン三世とその日ウジェニーと、面会した。半気義艦は、皇帝とその日の心に訴えかける作戦に出た。従者の清掃でもって二人に拝越し、三気球高等の礼を尽くした後に、愛想した。同情を誘われたウジェニーは涙ぐみ、ナポレオン三世は、無防備な、取るに足らない小国の領土を奪うことによって得られる。 威心はないと感じるに至り、高知市な東部産軍の返還を約束した。反旗予官の交渉は、用意周到に計算されたものであったようである。しかしながら、その後、フランス海軍大臣シャスルーイコールロバが、この約束に強行に反対し、1864年6月に、ナポレオン3世は、その認可を撤回している。このフランス派遣期間中、 半旗予志官はフランスにおける産業革命を目の当たりにして帰国後、取得帝にフランスの強大さは言葉で描写できる範囲を超えていると報告した。取得帝はこれに対して忠義を尽くせば猛虎は通り過ぎ、輪にも泳ぎ去るといった死をもって返答した。取得帝はさらに大前自弱としていればすべてがうまくいくという曖昧な保証を与えて半旗予志官を 高知市な東部三軍の総督に任命した。半岐吉官の病棟1867年に神仏戦争が勃発すると現実主義者であった半岐吉官はフランス軍との全面衝突を回避した。半岐吉官は来るはずもない中央からの指令を待つ、自分の配下の兵たちに戦闘しないように命じ、自分が治める高知市な東部三軍をフランス軍に明け渡すこととした。 半旗予士官は、フランスが恐ろしいのは、戦時のみである、越南の次第部、人民は、フランスの統治下で生きていけるだろうと書き、15日間の、絶食の後、死の床に、子供らを呼んで、フランスからの栄転授与の打診があっても断るように、明治、また、決して士官せず一回の農民として、生きるよう言い残して、毒を飲んで死んだ。ありがとうございます。